とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで出てきた最新の装備、使っていこうと思います。これですね、重力のハンマーです。ハンマー系は欲しくて、ようやくね、素晴らしいエンチャがつきました。黄金でリフレッシュ。で、エンチャントで、虚無、あ、もう、エンチャポイントがなかった。まあ、虚無と、クリティカルと、衝撃波。それで、やっていきたいと思います。ちょっと何かを崩そうかな。はい。では、これで、行きましょう。それでは、行きましょう。初期 HP が1になって、炎の矢筒。で、毒の雲を持ってる。ですね。装備は一応、ウィザーアーマーの、重力。で、ウィンドボウです。これでいきまーす。で、キャプテン別に取らなくてもいいんだけどね。一応取るか。あんま火力ない?もしや。あんま火力ないな。うん。エンちゃんと厳選した割には、火力が大したことない。あんま、ハンマーではこれが、限界か。そんなにね、やっぱ強い武器じゃないので、いや、厳しいやろ、そこ。火力はこれぐらいが限界かな。もうちょっと強くなれるかなとも思ったんですけども、いやー、これは、厳しいかもしんない。うわ、帯電!あー、いるな、これ。オッケーオッケー、いたいたいた。うわ、ちょっと待て。えぐいのがいる。ちょい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 。オッケー。まずは、お前らを倒さんと、どうしようもないね。ちょっと待て。厳しい。オッケー。で、モブダメージ 100% 増加。きついね。こん中にもいるんでしょ?どうせ。まあ取りに行かないとね、一応。あ、こっち側いないか。あ、こっち側いないですね。こっち側いない。あのね、矢がさっきね、一回なくなったのよ。なので、極力矢をたくさん集めながら、行きたいところですね。オッケーオッケーオッケー。いいね。こっち側いない?あ、いないわ。珍しいね。これ、後の方にいるタイプかもしれません。危ね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 。これ、後の方にいたら、まあまあまあいいか。最初のうちはあまり厳しくなさそうでね。珍しい。ここ、一体もいなかったよ。だいたいね、二体ぐらいは確実に今までいたんだけども、一体もいなかった。いた、どこだ?あれ、キャプテンのマークが今、たんだけども、ああこっちね、いましたいました。ちょっと待って、ジオマンサーがいる。やりにくい。ちょっとちょっとちょっとちょちょちょもう危ねえ。緊急回避。ああ、もう緊急回避の意味がなかった。最悪だここ。何この場所、どえらい場所があるぞ。オッケーオッケー、まだいる。大体ジオマンサーここにはいないはずでしょ?いるんだね。よし。で、脅威2ですね。あれ?これ結局いないタイプか?あ、固まった。いないかもしんないぞ、これ。おぉ。もう最後の手前だもんね。最後の最後にいてくれれば嬉しいけど、あー、いやいや、いないわ、やっぱり。いなさそうですね。おお、どう見てもちょっといないっすね。いや、厳しいよ、ここ。おいおいおい。厳しいって。よくいけた。まあまあ、ハンマーのね、いいところか。うん、攻撃範囲がそこそこ広い。っていうところが、
まあいいところだよね。オッケーオッケーオッケー。ああもう厳しい厳しい戦いだ。あ、最後に、いる場所があと1箇所あるか。うん、そこをちょっと見ていきましょうかね。おお、よう耐えてるね。よう耐えました。うん、やっぱこういう戦い方を見てるとあれだね、あの吸血とかが欲しくなるよね。やっぱ吸血がもともとついてる武器っていうのは優秀だわ。うん、すごくいい。あね、あダメだ、横の道がないということで、いないですね、キャプテンが。そのまんまボス戦行きましょう。いけるね。大丈夫。一応安全策のために、影の武竜をちょっと多めに用意しときましょう。しゃ。OK。影の武竜が多めにあれば、まあ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 、いけるでしょう。しゃ。OK。うん、クリティカルが出れば、うん、すごいよ、すごいダメージでいく。危ねえ、危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ、死ぬとこやったー、危なかったー、危ねえ。オッケー、影の武竜に助けられたわ。はい、ではあとはクリアするだけですね。さすがに最後の最後キャプテンはいないでしょう。よし、エボーカーがいる。オッケー。でも問題ないっしょ。いやー攻撃がえぐいな、本当にえぐいな。これポーションバリア使ってあのダメージか、ゴリーって減っていく。よし、あー固まらないで。うん、でもこの地に足をつけてね、ずっと叩いていけるっていうのがいいところですよね。すごく楽。うん、忙しくないから楽だわ。よっしゃー、もうよし、やばいぞやばいぞ、死ぬぞ。下手したらね、まだ死ぬ可能性があるからね。よし、はい、まあナイトモードでもなかったし結構楽勝でしたね。クリアでーす。はい、では戻ってきました。今日はこれですね、新しく出てきました重力のハンマー使っていきましたけども、まあそこそこって感じっすね。うん、もともとがそんなに強い武器ではないので、まあダメージもまあそれなりぐらいです。うん、まあクリティカルがガシガシ出ればまあダメージはそこそこ取れるんですけども、まあそんなに使わないかなっていうところです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。